したカウントダウンボードが駅改札外へ降りる階段頭上に設置された二股川グリーングリーンは、神奈川県横浜市旭区二股川にかつて所在した相模鉄道二股川駅南口の駅ビルである。1969年7月31日に着工。1970年9月25日開業。開業時には地下1階に相鉄家具センター。 2階にボーリング場ががあったた後に閉鎖されたグリーングリーンという名称は、相鉄が一般に公募して名付けられたものである。工術の再開発事業のため2014年9月30日の17時をもって閉館となり、同日17時15分より約15分間の閉館セレモニーも開催され、44年の歴史に幕を閉じた。なお、 当ビルに入っていた店舗の一部は、同駅北口の駅ビル、二股川ライフ内に移転している。駅や、北口方面に向かう、建物内の通路は閉館後も1年近く、利用できたが、2015年8月には解体工事に向けて閉鎖され、駅南口バスターミナル間の迂回路が設けられた。その後、同年11月に解体工事が開始され、2016年2月頃までには、 建物の解体がほぼ完了した。二股川駅南口エリアの再開発も、参照二股川駅南口の再開発に伴い、2011年度中に閉鎖しその後に建て替えられる予定となっていたが、事業の遅れなどからその後も営業が継続されていた。しかし、2014年5月には、同年9月30日をもって営業を終了することが改めて公表され、 告知通りに閉館となった。閉鎖後の跡地では、当ビルを取り壊した上で29階建ての住宅棟と11階建ての商業、業務棟などからなる再開発ビルを建設する計画が進められ、体制建設の施行により2015年3月に着工し、約3年後の2018年3月に竣工した。なお、上記の住宅棟及び商業、業務棟、 駐車場棟などを含めた複合施設全体の名称はコープラ二股川でこのうち商業業務棟の低層部2から5階と駅舎ビル内2から4階を合わせた新たな商業施設ジョイネステラス二股川は2018年4月に開業している。一家は2014年9月30日の閉館時点で存在した店舗である。二階創鉄ゼン平成横丁 美容室、グレース、横浜銀行一階専門店街、聖火、グリーンフラワー、鮮魚居酒屋、下手屋、横浜銀行地下一階総鉄老前、食料品専門店街、味のポケット、ミスタードーナツ地下二階、青葉市会員営業していた頃の様子と、閉館当日の様子閉館後の様子。ありがとうございます。